子供の頃、腹筋が割れていたのんちゃんです。プールの授業も嫌だったな。懐かしいですね。スポーツの日ですけれども、運動会だったりそういうのあるみたいですよ。泳げます、私泳げるんですよ。それこそ父に猛特訓されて大訓練でした。もうなんかそれこそ修行みたいな感じで、25メートルもちろん泳げますし、25メートル以上も永遠に泳ぎ続けるっていう一人チャレンジをさせられた。なんでやってたんだろう本当に。しかもなんか習い事してて、バトンやった後にバトン終わりにもう一回プール行くみたいな、今からプール行くぞみたいな感じでプール行って、でもう一回泳いで、そう、鬼ポーチでした。泳ぎ方と、なんかめっちゃ足もたれてくれて。こうだこうみたいな。あ、でもそう、すごい上手なんですよ。何でも割とスポーツできるんです。そう。だから、で、やっぱ授業があるじゃないですか。で、姉がお水に顔をつけられないタイプで、すっごいこう小さい時は丁寧に丁寧にお風呂に入れてたら、お水がちょっとでもかかるのが嫌だみたいな、そういうなっちゃって、でましてやプールなんて顔面をつけられないってなって、でもプールの授業が始まるっていうの でしかもこうね、何でしたっけ、それこそどっか遠くに行って海を泳がなきゃいけないみたいな、遠泳みたいな、そうそう、私立だったので、そういうのもあって、どうしよう、これは一大事みたいになって、とにかくお水につけられるようになろうみたいな、いうので、そっから始まって、じゃあなんか妹もついてこいみたいになって、私も一緒に行って、私はなんか隣でパシャパシャ泳いでるだけだったんですけど、姉がこう巣立っていったら、今度矛先がこっちにウィーンって向かってきて、やるぞみたいになって、そうなんですよ。で、そうそう、私は永遠とか全くなくって、ただただ、こう、やれば25メートル泳げれば十分だったんですけれど、もうすごい一人遠泳を区民プールでひたすらさせられるっていう。そう。でもなんかそれもやっぱ父が隣にいてくれたからこそ限界まで挑戦できたかなって。もう最後呼吸ができないんですよ。息継ぎが、息上がっちゃってできないんですけど、ずっとこう水から上がってくるたびに、まだいけるまだいけるよって言われてるから、なかなか終わらせられなくって、その感じをずっと覚えてますし、今でも疲れたなって思ったりしたら、こう水の中音が聞こえないじゃないですか。コポ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 っていうのしか聞こえないので、それが好きで結構こう入りに行ったりとかはあります。そう、気合を入れさせられてました。気合でもそれですごいなんかこう体鍛えられたなって思います。腹筋、インナーマッスルっていうんですかね、それがすごい、そう、ついて、お腹割れて。そう、小さい時結構ポチャポチャしてたんですけど、腹筋が割れました。そうなんですよ。だからいいこと、すごいあったな。あと、肺活量もやっぱり鍛えられましたし、プール大丈夫ですし、海もだから泳げるはずですけど、海は泳いだこと正直ないので、それこそ遠泳とかやったことないので、わからないです。また波があるじゃないですか。結構さっきもね、波がこうあったので、そこをね、こう、大変ですよね。すごい大変だと思う。で、なんか姉もすごい苦しんでた思い出あるので、やりたいかって言われたらそんなにね、怖いですよね。でしない。なんでこれ流行ってるんですかね、滝行。全然泳ぐ感じでもないし、ただ打たれるっていうね。いや、難しいです。結構ね、大変だと思います。なんかこう、ゆっくり泳ぐのが好きですね。さあ、ということで、もうね、終わったんです。夏終わったんです。秋が来てるということで、寒いですのでね、ここからはお天気見ていきましょう。